キャプチャーボードを買い漁って25台以上、どうもしふぁです。今回はキャプチャーボードを購入する時の8つの選び方について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まずはキャプチャーボードとはどんな機材なのか、ちゃんと理解できていない人もいると思うので簡単に解説していきますが、キャプチャーボードとは PS4 や PS5、スイッチ、スマホ、カメラなどの映像を出力できる外部機器から PC に映像や音声を認識させるために必要な機材となっています。もしかすると直接 PC に HDMI 接続すればいいんじゃないのと思っている人もいるかもしれないですが、 PC に搭載されている HDMI 端子は PC の画面をモニターに出力するための端子になっており、他の機器からの映像入力に対応したものではないので、外部機器からの映像を PC に認識させることができなくなっています。ただキャプチャーボードを使用することで PC と USB 接続することができ、 PC に映像や音声を認識させることができるので、あとはキャプチャーソフトをインストールしてその映像を表示させることで録画や配信が行えるようになります。ちなみに PS4 や PS5 には録画機能が搭載されていますし、ブロードキャストという配信機能も使用できるようになっているので、 PC を使用しなくても録画や配信ができるようになっています。またリモートプレイを使用することでキャプチャーボードなしで PC で録画や配信も行えるので、 PS4 や PS5 を使用する場合は必ずしもキャプチャーボードが必要ではありません。あとスマホを使用する場合も画面ミラーリングソフトを使用することで PC にスマホの画面を映すことができるので、キャプチャーボードなしで録画や配信が行えるようになっています。ちなみに説明欄にこれらのやり方を解説した動画やブログのリンクも記載しておくので、やり方が気になる人はチェックしてみてください。ただキャプチャーボードを使用して録画や配信を行った方が映像が安定しやすいですし、画質をより綺麗にすることができるので、画質が気になる人はキャプチャーボードを使用するのがおすすめです。しかしキャプチャーボードはあくまで映像や音声を PC に認識させるために使用する機材となっており、高画質な映像で録画や配信をするには高スペックな PC が必要になりますし、配信をするのであれば高速なネット回線も必要になるので注意してください。ここまででキャプチャーボードとは何なのか理解できたかと思いますが、キャプチャーボードには専門用語が多く、購入する時の注意点も多いので選び方がわからないという人もいると思います。自分は実際に25台以上のキャプチャーボードを購入した経験があるので、それを元に選ぶ時のポイントを挙げると、取り付け方法、対応 OS や動作環境、パススルー機能の有無、エンコード方式、接続端子、最大入出力解像度、最大録画解像度、販売メーカーというように8つのポイントがあります。初心者の人でも分かりやすいように解説していくので、それぞれの選び方について確認していってください。キャプチャーボードを選ぶ時の1つ目のポイントである取り付け方法について解説していきますが、キャプチャーボードには外付け型と内蔵型という2つの取り付け方法があります。外付け型のキャプチャーボードは USB 接続などで簡単に PC と接続できるタイプとなっており、デスクトップ PC とノート PC の両方で使うことができるようになっています。接続方法が簡単ですし、外付け型は販売されている種類も多いので、個人的には初心者の方は外付け型を購入するのがおすすめですね。ただ内蔵型と比べると性能が少し低くなっていますし、設置場所を考えないとケーブルやキャプチャーボード本体でデスク周りの場所を取ってしまうというデメリットがあるので注意してください。しかし性能が低いといっても 1080p60fps くらいの画質でいいのであれば外付け型で十分ですし、場所を取るといっても手のひらサイズくらいのものが多いので、自分は外付け型を使用しています。次に内蔵型のキャプチャーボードについてですが、これはデスクトップ PC 専用のキャプチャーボードとなっており、ノート PC を使っている場合は使用できないので注意が必要です。また PC ケースを開けて所定の位置に接続しないといけないので、ある程度のパソコンの知識が必要になります。 PC 初心者の人からすると気軽に手をつけられるような製品ではないので、中級者以上向けの製品になりますね。あと販売されている種類自体はそこまで多くないですが、 4K60fps といった高画質で録画や配信を行いたいのであれば、内蔵型の方が選択肢が多いので、画質にこだわりたい人に非常におすすめとなっています。また内蔵型は PC ケース内に収まるので、デスク周りの見た目がスッキリするというメリットもありますね。ちなみにこの動画を見ている人はこれからゲーム実況などを始めたい初心者の人ばかりだと思うので、キャプチャーボードの知識はもちろん PC 関連の知識も少ないと思います。そんな初心者さんには外付け型のキャプチャーボードがおすすめなので、外付け型の製品をチェックするようにしてください。
次にキャプチャーボードを選ぶ時の2つ目のポイントである対応 OS や動作環境について解説していきます。まずは対応 OS から解説しますが、キャプチャーボードには Windows のみ対応しているものや Windows と Mac の両方に対応しているものなど対応 OS が異なっているので注意が必要です。せっかくキャプチャーボードを購入したのに自分が持っている PC の OS に対応していなかったことが原因でゲーム画面を映すことができなかったというボンミスをなくすためにも購入前に必ず確認するようにしてください。また購入したいと思っているキャプチャーボードの製品情報などに動作環境が記載されているのでこちらも確認しておく必要があります。どれくらいの CPU や GPU、メモリのスペックが必要なのか記載されているので、自分が今持っている PC のスペックと照らし合わせながら確認するようにしてください。PC スペックの調べ方に関しては、Windows CPU 調べ方みたいな感じでググれば、すぐに確認方法を調べることができるのでチェックしてみてください。次にキャプチャーボードを選ぶときの3つ目のポイントであるパススルー機能の有無について解説していきます。ちなみにパススルー機能とは遅延のない映像をモニターに表示させることができる機能となっており、キャプチャーボードからの HDMI をモニターに接続することで使用できる機能となっています。特にゲーム実況を行うときに必須と言ってもいいくらいの機能となっていますね。もしもパススルー機能がついていないキャプチャーボードを使用すると、遅延が発生しているキャプチャーソフトの画面を見ながらゲームをプレイしないといけないのでかなりやりにくいですし、一瞬の反応の差で勝敗がついてしまうゲームをプレイする場合は圧倒的に不利になるので注意してください。ちなみにパススルー機能がないキャプチャーボードは基本的に撮影中に映像や音声を確認する必要のないカメラ用のキャプチャーボードとなっています。カメラ映像を録画や配信をしたいのであればパススルー機能がないものを選択すると値段が安いものが多いのでチェックしてみてください。次にキャプチャーボードを選ぶときの4つ目のポイントであるエンコード方式について解説していきます。ちなみにエンコードについて簡単に説明すると変換圧縮のことで、外部機器からの映像をキャプチャーソフトに移すためには外部機器からの映像をキャプチャーソフトに移るような動画形式に変換圧縮する作業が必要になります。もっとわかりやすく例えるならば PS4 では〇〇という動画形式で出力されているとして、反対にキャプチャーソフトで移すことができる動画形式は三角三角だったとします。もしもエンコードが行われないと〇〇と三角三角では動画形式が違うので映像を表示させることができません。ただ PS4 の〇〇の動画形式をキャプチャーボードを使用してエンコードを行い、三角三角の動画形式にしてあげることでキャプチャーソフトに映像を映すことが可能になります。この変換圧縮をするエンコードのやり方が、キャプチャーボードにはソフトウェアエンコードとハードウェアエンコードの2種類があり、それぞれ特徴が違うのでキャプチャーボードを選ぶときには必ず見ておきたいポイントになっています。まずはソフトウェアエンコードについてですが、エンコードを PC 側で行うエンコード方式となっており、キャプチャーボード本体でエンコードの処理をしない分、キャプチャーソフトに表示される映像の遅延がハードウェアエンコードよりも少なくなっています。ただ PC にエンコードの負荷がかかってしまうので、キャプチャーボードの動作に必要な PC スペックが高くなる傾向がありますね。このソフトウェアエンコードによって遅延が少ないとどういうメリットがあるのかというと、パススルー出力するためのモニターを準備できない場合でもキャプチャーソフトの画面を見ながらゲームをプレイすることが可能になります。もちろんシューティングゲームや格闘ゲームなどの一瞬の反応の差で勝敗が決まるゲームをプレイするのであれば、ちゃんとパススルー出力しているモニターを見てプレイするのがおすすめです。ただソフトウェアエンコードの遅延が約 0.1 秒以内の遅延になっているものを使用するのなら、キャプチャーソフトの画面を見ながらゲームをプレイすることは十分可能なので、パススルー出力するためのモニターを準備できない場合におすすめです。あと PC にマイクを接続して自分の声を収録する場合、顔出ししないのであればキャプチャーボードからの映像とマイク音声のズレが分かりにくいので、マイクの遅延設定を行わなくていいというメリットもありますね。ただ一番はキャプチャーソフトの画面を見ながらゲームをプレイできるというメリットが大きいので、予算の都合や設置場所の関係でパススルー出力するためのモニターを準備できない場合は、ソフトウェアエンコードの性能が高いものを選択してみてください。次にハードウェアエンコードについてですが、エンコードをキャプチャーボード本体で行うエンコード方式となっています。ただ PC でエンコードを行うソフトウェアエンコードと比べると処理速度が遅いので、その分キャプチャーソフトに表示される映像の遅延が大きくなるので注意が必要です。ちなみにハードウェアエンコードの性能を使用するメリットとしては、キャプチャーボードの動作に必要な PC スペックがソフトウェアエンコードと比べて低くなるということですね。
ただ勘違いしてほしくないので詳しく解説すると、キャプチャーボードの動作というのは外部機器の映像を PC に認識させてキャプチャーソフトに移すというのがキャプチャーボードの動作になります。この動作を行うために必要な PC スペックが低くなるというだけであって、ハードウェアエンコードなら低スペック PC でもキャプチャーソフトで録画や配信ができるというわけではありません。録画や配信に影響するのはキャプチャーソフト側の設定と PC スペックになるので注意しましょう。ちなみにハードウェアエンコードのキャプチャーボードの中には PC を使用せずにキャプチャーボードに挿入した SD カードに動画を録画できる機能を持つ製品もあります。これを使用すれば録画に関しては PC スペックに左右されることがないので、低スペック PC を使用している場合はチェックしてみてください。次にキャプチャーボードを選ぶ時の5つ目のポイントである接続端子について解説していきますが、録画や配信を行いたい外部機器が PS4 や PS5、スイッチ、スマホ、カメラの場合、キャプチャーボードに接続するときは HDMI で接続を行うので、HDMI 端子が搭載されたキャプチャーボードを選ぶのがおすすめです。ただここ最近販売されているものならば、ほとんど HDMI 端子が搭載されているのでそこまで気にしなくてもいいと思います。しかし PS2 や Wii などの旧世代のゲーム機を使用したい場合は、コンポーネント接続をすることができるキャプチャーボードでないと接続することができないので注意してください。あとキャプチャーボードから PC 本体に接続するときは USB 接続やサンダーボルト3接続といったように接続方法が異なる場合があります。使用している PC によってはキャプチャーボードを接続するための端子が搭載されていない場合もあるので、しっかりと製品仕様を確認してから購入するようにしてください。次にキャプチャーボードを選ぶ時の6つ目のポイントである最大入出力解像度について解説していきます。この最大入出力解像度とは、外部機器からの映像をどの解像度までキャプチャーボードに入力することができ、キャプチャーボードからモニターに HDMI 接続してパススルー出力したときはどの解像度まで出力できるのかという性能になります。例えば PS5 の場合は 4K60fps の映像を出力することができますが、キャプチャーボード側の最大入出力解像度が 1080p60fps になっていると、本当は 4K60fps で入力できるだけの性能があるのに 1080p60fps までしか入力することができず、パススルー出力での解像度も 1080p60fps となってしまうので、 PS5 の本来の性能を活かすことができなくなってしまいます。外部機器側の出力解像度の性能をしっかりと活かしたいのであれば、最大入出力解像度の項目をチェックすることは非常に重要なので、その性能もチェックしてから購入するようにしてください。次にキャプチャーボードを選ぶ時の7つ目のポイントである最大録画解像度について解説していきますが、最大録画解像度とはキャプチャーソフト側で表示することができる最大の解像度となっています。この部分は録画や配信を行う時の画質に関わる重要な部分になるのですが、ゲーム実況の場合は最大録画解像度は 1920×1080 の 1080p60fps があれば十分なので、基本的にこの性能を持つキャプチャーボードを購入するのがおすすめです。もしも画質にこだわりたい人は、最大録画解像度が 4K60fps や 1440p60fps に対応したキャプチャーボードを購入するようにしてください。最後にキャプチャーボードを選ぶ時の8つ目のポイントである販売メーカーについて解説していきますが、キャプチャーボードを販売しているメーカーはかなりの数があるので、どこのメーカーの製品を購入したら安心なのかわからない人も多いと思います。自分は実際に25台以上のキャプチャーボードを購入して使用してきたので、各企業ごとの大体の特徴というのが分かっているのですが、あえてキャプチャーボードを購入するならどの企業が安心なのかランキングを作成するのであれば、第3位は IO データで、第2位はエルガト、第1位はアワメディアというようになりますね。第3位の IO データについてですが、石川県金沢市に本社を置く日本国内の精密機器メーカーで、キャプチャーボードだけでなくスマホやテレビ、パソコン周辺機器の総合メーカーとして有名な企業となっています。キャプチャーボードだけでもかなり幅広い種類の製品を販売していて、用途に合わせて選択できるのが魅力ですね。実際にいくつかの製品をレビューしているので、性能がいい製品が多いという印象はありますが、一部の製品に関してはちょっと性能が悪くて使えないようなものや、他のメーカーの製品と比べると微妙なものもあったりしたので注意してください。ただ日本企業らしさというところで、丁寧な説明書が付属されていたり、サポートやヘルプ情報なども分かりやすくなっていたので、ユーザーのことを考えた対応がいいと思い、第3位としました。
次に第2位のエルガトについてですが、ドイツのミュンヘンに本社を置くテクノロジー製品のブランドで、配信者向けの製品を数多く扱っている有名な企業となっています。キャプチャーボードに関しては販売している種類が少ないですが、例えるならば少数精鋭といった感じで、どの製品も性能的にはかなり優れている製品ばかりとなっています。またドライバーなどの余計なソフトウェアをインストールしなくてもすぐに使用できたりするので、初心者の人でも簡単に使用できるのが魅力ですね。ただ外国企業ということなので、 IO データみたいに丁寧な説明書などは付属されていませんし、公式サイトの製品情報なども分かりやすさというよりもおしゃれな感じにしていることもあって、情報が確認しにくく、初心者には情報を調べるのが大変ということで第2位としました。最後に第1位のアバメディアについてですが、台湾に本社を置くゲーミング機器メーカーで、配信者向けの製品を数多く扱っている有名な企業となっています。かなりの種類のキャプチャーボードを販売しているので、状況に応じて好きな製品を選択することができますし、性能が高い製品が多いのも魅力ですね。また公式サイトを見てみると、製品情報がしっかりと記載されているので分かりやすいですし、診断ツールをダウンロードして自分の PC でキャプチャーボードが使用できるのかも確認できるようになっています。 PC 関係の情報にはあまり詳しくなくて、調べてもよく分からないという人からすると、この診断ツールを使用することで安心して購入できるので、非常にいいポイントだなと思いました。ちなみに唯一の欠点としては、どの製品を使用するにしてもインストールするべき必要なソフトウェアが多く、設定が大変という面があるので注意してください。ただほとんどの製品でパワーディレクターという動画編集ソフトが付属でついてきますし、サポートも充実しているので、安心して購入できる企業の第1位とさせてもらいました。初めてキャプチャーボードを購入するのであれば、アバメディアかエルガトか IO データの3社の製品から選ぶのがおすすめなので、参考にしてみてください。ここまでキャプチャーボードを選ぶときのポイントを8つ紹介しましたが、どうだったでしょうか。実際にこの8つのポイントを確認してキャプチャーボードを購入したいと思ったかもしれないですが、どんな製品がおすすめなのか気になっている人も多いと思います。ただどんな外部機器をどんな状況で使用するのかで、おすすめできるキャプチャーボードが変わってくるので注意が必要です。なので25台以上のキャプチャーボードを実際に使用してきた経験をもとに、各外部機器ごとにおすすめなキャプチャーボードランキングと、各シチュエーションごとにおすすめなキャプチャーボードランキングをまとめた動画を今後投稿していこうと考えています。現在予定しているキャプチャーボードランキングとしては、 PS5 用キャプボランキング、 PS4 スイッチ用キャプボランキング、カメラ用キャプボランキング、 PC なしで録画可能キャプボランキング、遅延が少ないキャプボランキングというのを予定しているので、実際に投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じでキャプチャーボード関連の情報や、録画や配信に使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gatix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。